はい、どうも、こんにちは。第2回稲田和真のハロチューズ YouTube の時間が始まりました。どうぞ、稲田和真です。どうぞよろしくお願いいたします。第1回さっきコート着てたんですよ。コート着て配信をしたんですけど、家の中でコート着てものすごい動きにくいなということがあったんで、ちょっと着替えましてですね、もうこれぐらいの格好だったらいいのかなっていうのがあって、ということでちょっと仕切り直しなんですけど、第2回っていう形でお話ししたいと思います。はい、どうぞよろしく。実はここに椅子があるんで、椅子座るのかな、よいしょっとやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、第2回はですね、はい、どうして、3枚目の CD をもう作ろうと思ったのかってお話をしたいと思いますが、実はそうですね、 CD はもともと2枚出しておりまして、今実はもう、紹介しますと、これがまあ1枚目ですね。過去と今という27歳の時に作るんです。私今33なんです。今2019年の1月28日で33歳なんですけども、いや誕生日じゃないですけど、ね、これが1枚目の過去と今、これが27歳の時に作りましたフルアルバムなんですね。そしてよいしょよいしょ、でこれが20代、こちらが30歳の時に作る、20歳って書いてますけど30歳の時に作りました。30歳の時に作りましたシングルということで2枚目の CD でございます。で今回はまだ今、作っている途中ということで、先行配信をしたんですけども、1枚目と2枚目はまだ1枚、メンバーがいないんですよ。全部一人で作ったんですね。で1枚目はバンドバージョンとして作ったんですけど、だから当時バンドはいなかったんですよ。だから1枚目に関してはギターもベースもドラムもタンバリンも全て私がやりました。ドラム叩いてたんですね。大変ですよ、全然実力ないのに。頭の中でやりたいことがいっぱいあったんですけど、全然その自分が描きたいことが叩けないし、ベースが弾けないっていうのがあってやってたんですよね。で、それが、1000円で作ったんですね。その27歳っていう、その7月10日に出したんですけど、生誕1万日目っていうのをやってました。で、2枚目につきましては、20代ってことで、20代最後の CD ってことで、シングルを作りたいな、あと紙ジャケット作りたいなっていうのがあって、先ほど、お見せしました。これ20代ですね。生きてる感じ。なんですか、腕組んでるとか。これ20代の時は29歳の時かな、の写真なんですけどね。これ今33歳なんですけど、あんま変わってないじゃないかな。普段ライブの時は化粧とかしたりするんで、こういうのやってる。こういうの CD 作ってて、今回、だからそこ20代の CD 作ったのが2015年なんですよ。で、1枚目が2012年ってことで、2012、2015、今回2019年ってことで、結構空いてるんですよ。だから期間としてはそこまで、ハイペースではないんですけどね。やっぱり曲も増えてくということもあったんで、3枚目の CD を作りました。これお見せできたよ。それはちょっともうちょっと頑張ってやるよって思う。それはあと後日できました。また紹介できたなと思います。で3枚目のコンセプトとしては、実は一人で作ってはおりません。メンバーと作りまして、バンドメンバーがいるわけではなく、今回の CD をきっかけにお願いをしまして、作ったんですよね。ここで、1枚目が6曲入り、2枚目が4曲入り、3枚目は11曲入りですね。がっつりのフルアルバムをやりまして、そしてもう1枚目とかで悩んでまして、自分ではとてもできないと思っていた悩みをこの3枚目に全て凝縮して、さっき今オープニングに流れました曲、これパロっていうんですけど、パロチューンのパロ PALO ですけど、これとかもドラムとかめちゃめちゃ難しいんですよね。全然叩けないんですけども、何で作ってしまうかっていうか、私は何を考えていくのっていう話なんですけど、でもそれが本当にやりたくて、やっぱり音としてやるには、そこを伝えていくには良かったのではないかということで、配信をいたしまして、でそれをお届け進めていくということもありつつ、ご紹介しつつ、こういうふうな動画が今どんどんやっていく、世間が賑わっているというところを私も乗っけながら、またいろいろとお話していきたいですよね。 YouTube 何本ぐらい撮りたいですかね。100本は最低でも撮りたいですよね。だから何でしょう、3ヶ月前で100本多分いけるでしょう。だから1日1本ぐらいかな、1本はいけるかなっていうのがあるので、そんな感じでお話ししていきたいと思います。だから3枚目を作るときには次は私以外で実は4人でやってます。この4人のお話をまた後日やっていきたい、そんなお話ですね。短い動画をバンバン出していく感じでいきたいと思います。はい、そ
それではまた。